どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスタースカーレットを実況プレイ始めていきたいと思います。さあ今回色違い厳選していくポケモンは色違いアチャマをゲットしに行こうということで今回やっていきましょう。さあではね、厳選場所に早速向かっていきたいと思います。ここら辺に洞窟があるそうなので、ここの洞窟で、厳選を行っていきたいと思います。さあ行きましょう。いやー、アチャモなんですけど、一応水ゴロウ、キモリともう捕まえて、あとはもう一匹アチャモのみなんでね、ここはアチャモゲットして、この宝円地方だったかな、これの、御三家をしっかりとクリアしていきましょう。さあ、ここですね。はい。ここでじゃあ、一旦、レポートを書いて、で、パワーつけていきたいと思います。狭いだって。どこがいいんだじゃあ。ここか。いや、狭いだって。あれ？ビッグさん、ここでやってたんだけどな。ダメなんだ。じゃあ、外でやるか。狭いだって。なんで？はい、オッケー。グダグダじゃん。さあ、じゃあ早速やっていきましょう。なんかどうやらね、アチャモに、姿違いがあるそうなのですが、今回はね、ちょっと姿違い、捕まえずに、まあ、出たら終わりって感じやっていきます。あんまりそこまで姿違いには興味はまだないのでね。さあ行きます。さあ、塩でいきますか。はい。ちょっとランクマッチの方もね、これからどんどん取っていこうかなと思ってるんですけれども、ちょっとね、なかなかランクマッチやろっかなーっていう気持ちにまだ慣れてないので、ちょっとまたランクマッチ楽しみたいなーって思ってからやろっかなーって思ってるんですけれども、なかなかね、やる気が出ないんですよ。わかりますよね、この気持ち。よいしょ。こんな置いたら、あー、ちょっと、怖いとこくね、俺。色違い厳選の難しいのってこれだと思うんだよね、俺。よいしょ、 OK。 なんとかね、無事に全部乗せることができました。はい、 OK。 ピック買わないとね。ピックねえんだよ。ピックねえんだよな、もう。これもらい物のピックだからね、この EV のやつ。さあ、これで輝き遭遇レシピ、炎レベル3がつくと思うので。てか多分、色違い厳選的には、連続だよね。うん。だって、前回ヒバニーをやってるから、まあ、ヒバニーももう1ヶ月半くらい前に最初動画撮ったやつを、やっと最近出てくれたって感じだから、ね、ちょっと困っちゃうね。さあ、行きましょうか。はい。で、ここから、じゃあ、こういう風に入っていくみたいな感じらしいですね。で、こうやって。ちょ、これメタング倒しとくか。鬱陶しいな。倒しとこう。幽霊タイプだ、幽霊タイプ。やばい。幽霊テラスタルか。先にやっとくべきだったな。ちょっと待って。あ、やばい、君たちしか無理じゃん。まずくね。やれる？ブロロン。ブロロンやれる？ブロロンやれる？これすげえ邪魔なんだよな、お前。先に倒しておいてくださいって言ってくれればよかったんだけどな。まあやれるか、さすがに。はい、ダメ。よし、おー、オッケー、ナイス。これはオッケーだね。ありゃ、ギリギリまでいけなかったんだ。よっ、この仕様ムカつくよね。別にいらないからな。はい、じゃあね。お疲れ様。よし、ほなあとはあっちゃんも厳選するだけです。
で、これでこうやって脇を変えていくんだって。よいしょ。さあ出てくれると嬉しいんだけど。よいしょ。こっち彦猿も出るんだ。そっかそっか。ヒバにも出るね。どう？もう真っ黄色らしいからかなり分かりやすく厳選ができる的なことを言ってたんで、まあ、今回はすぐ出るんじゃないかなと思ってます。ヒバニーとかよりもね。でここでさ、ヒバニーの厳選もできちゃうっていうね。ここでさ、ヒバニーが出たら結構なえるよね結構なえるよ。ここ3種類の厳選できるじゃん。そういえばそう思うとね、あんまり脇は良くないのかな。うん、なるほど。こっち出ちゃうから的な。ここでさ、お前ら出たらおもろいけどな。よし、こういう感じで待っていくのかな。多分このやり方で多分合ってると思うんだけど、一回やり方見るか。で、そこまで行って、で、それの繰り返しか。リセットして厳選。オッケーオッケー。まあ大体やり方はオッケー。ここくらいまででいいんだな。本当だ。あー、消せてないか、ちゃんと。どこまで消せるんだろう。絶対ここら辺かないかな。一応こっちを見とこう3種類の厳選が可能です。さあ、アチャモはね、そんなに使ったイメージじゃないかな、僕の中で。というのも、やっぱ水五郎が多かったから、やっぱ水タイプだからね。あと、バシャーモがね、なんか、みんな使ってたから、ちょっと使いたくなかったっていうあれもあったから。よし、こっちで出して。はい。よいしょ。さあ、来い。鈴木健三さんの動画でね、アチャモのさ、なんか結構、メスを出そうとして頑張ってたけど、あんな捕まえれるもんなんだね。てか、スパイスどうしてんだろうとかすげえ思っちゃうんだけど、どうなんだろうね。やっぱたくさんさ、レイド回って、スパイスをゲットしてんのかな。すごいよね。マスターボールの動画もすげえなと思ったし、ああやってできるのは、本当ポケモンが好きなんだろうなっては、すげえ思うあそこまで熱量というか、熱量もないし時間もないしって感じだからね言い訳しちゃうと。でもああやってできる子というか、人がさ、やっぱ伸びてくんだろうね。なんか僕はほんと幅広く、いろんなゲームを浅く広くっていうモットーでやってるから、なかなかね、やっぱじゃあ時間かけれますかって言われた時に、なかなかはいとは言えないような動画作りをしてるんで、難しいですよね。さあもう6分が経過しました。 まださすがにすぐは出てこないと思うな。でやっぱこの御三家ってさ、やっぱその出現率ちょっと落ちてんのかな。こういうのでもちょっと出にくいってのめっちゃあるもんね、正直なところ。ここら辺まで出て、スッと出てくれたらすげえ嬉しいんだけどね。なんかでも今回は出そうなんだけどな、意外とそうでもないのかな。裏作業とかなるとね、またちょっとめんどくさいから、もうちょっと出てほしいんだけどでちなみにヒバニーの大量発生がさっき出ててさ、なんでそれこの前出てくんないかなみたいな。一応ね、今ポッチャオの厳選も裏でやってて、
でポッチャマも今大量発生で出てるんで、ちょっと頑張って捕まえようかなって考えてはいるんだけど、どうなのでしょうってところではありますね。さあもう11時、今日夜勤だからな。よし、こっちの方が出るのかな。こうやってやった方が出る。あのアチャもでかいな。あ、こっち側にもたくさん出てるな。こうやってやった方が出るとか。でもさ、ピクニック開けないよね。まあもうね、意外とさ、その揃ってきたというか、あ、ナエトルとかやってないんだ。俺なんで前回ヒコザルやろっかなと思ったんだろう。タイル発生がいたのかな、一発目からね。ランクマッチで使えるようなポケモンもどんどん捕まえてったスタイルだったんだけど、今はもうね、完全御三家に切り替えてますからね。スパイス問題でもやっぱりそのランクマッチ頑張らないとスパイスしっかり取れないっていうのもありますしね。さあどうだ。出てこないね。炎タイプはなぜか雪山にいるんだよね。雪山が好きなのかなってくらいめちゃくちゃいるから。カーブは雪山じゃなかったんだけど、フォッコとかやってないな、そういえば。フォッコの厳選もやりたいな。でも、ヒバにゲットできたのは熱かったな。やっと終わらせれたわって感じ。よいしょ。水ゴロウもね、すげえ大変だったんだよな。水ゴロウもね、別に難しくはないんだけど、なぜか出なかったんだよね。あと、不思議だでも結構時間かかった気がするな。そうだからあれなのかな。なんでお前俺だ、やめてよ、めっちゃ邪魔なんだけど。消すかこいつ、こいつ消そう。消して、消して、オッケー、消しました。はい、来い。もう真っ黄色になるから、あちゃもすっげー分かりやすいと思うんだけど、なかなかね出てこないよね。よいしょ。輝きパワーついてんだけどな。さあ来い。次の作品というか次の新作までには全部揃えたいからね。またポケモンのランクマッチにハマる時期が来んのかな。こうやって色違い厳選するのはすげえ好きなんだけど、そうでもない時とか、なんかランクマッチとかはさ、なんか続かないんだよな。結構目標持ってやってたんだけどな。でもある程度ね、そのランクマッチでの仕様というかそこら辺も分かったからよかったんだけど。あ、結構ここ出るね。18分。おっ、一気にボーンってきたね。
これくらい一気にポンポンポン出てきてくれればすげえさ効率よく回れるんだけど、なんかね脇が悪いというか、ほい、視点を一個下にずらさないといけないとか、そんなわけないよな。これからね、僕は実家に帰るっていうことを結構マリカーの方でも言ってるんですけど、そう、時間がなくなるんですよね、撮影する時間が。時間もないし、場所もないし、みたいな。どうしようかなって結構悩んでて。まあでも一個ね、候補地、僕のゲーム実況する部屋の候補となるところが一個あるんだけど、まあじゃあそこでうまく、これまで通りにゲーム実況できるかって言われると、そういうわけでもないし、多分ね、ちょっと今考えてるのが、もう、週1本、ってか、1日1本投稿。今は2本じゃないですか。だから、1本に絞っちゃって、で、溜め撮りして、どんどん出していくみたいな、感じ、になるかなーってすげー思ってるんだよね。まあ、今まで3本投稿とかもしてきたし、まあ、その安定するまではね、自分のマイホームを建てるまではちょっとそういう形になるかなーってはすごい思ってるんで、またねちょっと詳細は動画で話そうとは思ってるんですけど、まあでもこのチャンネルをね好きで見てくれてる方も結構増えてきてはいるんで、やっぱそういう報告もねどんどんしていかないとね、やっぱりなんでそうしちゃったんですかっていう経緯とかもやっぱ知りたいと思うから、さあ来い。出てこないね。なんかちょっとずーっとアチャモン見てるとEVに見えてくるんだよな。こんな茶色だったっけアチャモンって。電話かかってきた。後で折り返そう後で折り返そう。誰だろう。なんか最近知らないところから電話かかってくることが多いんだよな。出ないですね。ポッチャもまた今度にする。いやーでもなー、やんないとなー。まあストックあるから別にいいんだけど、ここでアチャも出なかったらね、結構しもうアチャもまず言う。いやーポッチャマかなー。どっちかの動画はちょっと成立させたいから。で俺アチャも出ると思うんだよな。アチャも出たらポッチャも厳選しない。また今度にするかな。うんうんうん。まあ黄色来ねえかな早く。メスとかだったら熱いよね。なんか君たちの色違い来ない。そんな簡単には来ないか。あんだけ頑張って一匹出したんだからな俺。シャリタツとか秒だったじゃん。あれすごいよね。逆になんでシャリタツあんなすぐ出たのかがちょっとよくわかんないんだけど謎だわー本当に。このヒコザルちょっとどうにかしてほしいな。さあ来い。
まあ、あと半分くらいかな、時間的には。うーん、もう半分以下になっちゃったね。まずい。出ない？これもしかして。マジかよ。そんなことある？そんなことあるか、さすがに。出ないですね。今回脇少ねー。この脇が少ないのは何なんかな。上で湧いちゃってるとかそんな感じなのかな。ちょっと離したら出てくる。ここら辺手前側で見るといいのかな。ここら辺とか、ここら辺で。ここら辺ちょっと待機して、湧いてくれるの待つ。ここら辺かな？でもやっぱ脇がちょっと悪いよね。一気に源泉ができないんだよな。で、僕のね、その、良かった点というか、日の嵐がすぐ出てくれて良かったね。マジ奇跡の日の嵐だな、あれ。寝落ちしてて、たまたまね、コントロールミスで走ってた先に日の嵐の色違いがおったっていう。あれは奇跡だよな、マジで。おい、ひも。オレンジ色か。そんなとこ出たら入りづれえだろ、ヒバに。無駄な時間だ、それは。しか出ない。出てくんねえかな。かわいいな。すげえかわいいな。あちゃ持ってネーミングセンスがいいよね。ちょっとバシャームのビジュアルあんま好きじゃないんだ。お、出た出た出た、来たー。オッケーオッケー、やったぜー。レポート、よかったー、出てくれてありがとう。よいしょ。かわいいー。メス、あ、オスね。なんか惜しい。よっしゃー、出てくれたー、ありがとう。動画が作れる。メスとか出てくれたら嬉しかったけどね。フレアドライブとかあったらちょっと怖いけど、まあ身内します。あ、起きるなバカ、やめてくれ。起死回生のの起死回生なんて思ってんのお前。強っ。ちょ、ワンパンされるとこだったよね。他出てない？他出てないか。よし、はい、ゴージャスボール。よしです。
オッケー。さあ、明かしついてるか見ますか。イエーイ、図鑑が新たに更新されましたね。フレアドライ持ってる、こいつ危ねえ。リボンついてる。早くに目覚めた。暁の証、これ結構すごいんじゃない。やったー、初めてゲットする証かな。やったぜ、よかった、出てくれてマジでよかった。動画が出せるぜ動画が出せるぜ。ここからもう一匹とか来てくれたらすげえ嬉しいかもな。うん、なかなか出ませんね。よいしょ、でもやっぱすぐ分かったね。色がやっぱ分かりやすい色だからすごい良かった。あと7分か。もう安心ですわ。今日の撮影はここまでかな。今日仕事だしね、一応仕事だからね。ランクマッチどうしようかな。なんかな、取る気はあるんだけどモチベが上がんないというか、ね、ちょっとまたポケモンのモチベが上がってくればね、違ってくるんだろうけど。でもね、ポケモン自体は大好きなんですよ。フィギュアとか今でも全然集めるし、ポケモンだらけの僕のゲーム部屋にしたいなって思うくらいね、すごい好きではあるから。もう邪魔だな、あんた邪魔だな。モネ死んじゃうよ、モネが死んじゃう。ちょっとやめてくれよパトラ。これでもう一匹出たら熱いよね。よいしょ。なんか通常色ですごいいい証持ちのね、ポケモンとかでランクマッチする人とかももしかしているかもしれないね。ほう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 。よいしょ三つ矢の頭がグリングリンされてる。びっくりした、出たかと思った、出たかと思ったよ。いやマジ EV にしか見えないんだよな、遠くから見たら。めっちゃ EV じゃね。
さて、あー来たー、やったぜ2匹目ー、嬉しい、マジか。君はメスかい、メスか、メスね。いやー、よそ見してたけど、なんとかいけましたね。よっ。ぐーぐー眠っちゃって。まあ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 。嬉しい！これさ、レジェンズ ZA の時にさ、残しとこう。ワンチャンアチャモがさ、御三家三匹になるかもしんないからね。一匹残しとこう。それはワンチャンあるからね。よいしょ。1の起きるな。ナイス眠り、ナイス眠り。いや、いい色だね。よいしょ。確定ではないか。うー、フレアドライブでやめて、頼む。フェザーダンス攻撃下がっていこうわ。他に色違いが出てない？観客席すごいな。フレアドライブだけマジやめてくれよ。ナイス覚醒！熱い。熱すぎて草って感じ。よし。かわいい。さあ、証し付きでしょうか。あー、持ってないか。まあまあ仕方ないですね。あとどれくらいだ、あと1分、あと1分か。おお、びっくりした、いたかと思った。2匹出たの嬉しいな。ちょっとあんた邪魔だな、しますか。ここまでいって、おお、グリン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 してますね。頭が、これはね、なんかバイオレットが良かったなと思うわ。この揺れすぎ、主人公が揺れすぎ問題。すっげえ頭グリングリンされてるからさ、かわいそうと思っちゃう。あー、まあ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 、まあいませんね。2匹出たから嬉しいわ。2匹売れたから嬉しい。じゃあ出たから嬉しい。もう1匹出たらね、若者もまで進化できるんだけど。なんかさ、ああ、終わっちゃったか。終わっちゃいました。ということで、じゃあ早速1匹だけ進化させましょう。明石餅を進化させますか。さあ、どんな感じになる？かわいい。てってってってれれ。たらたたたて。結構赤色になるんだね、若者も。いいね。破壊力は抜群。やったー！二度蹴り。あー、確かに二度蹴り覚えてたね。なんか炎格闘になるんだっけ、こいつって。ちょっと見てみるか、一回。炎タイプ単体だったのが。あー、こっから格闘が入るんだ。強えな、お前。若者も。よし。さあ、進化しますよと。かっこいい！いいね、おめでとう。若シャモがバシャーモに進化した。でもなんかあんまり違いがちょっとわかんないんだけど、ちょっと色が濃いのかな。はあ。
いや、わかんないな。色が濃いのかな、やっぱな。さ、ということで、今回ここまでにしましょうか。いやー、よかった、出てくれて。こんな感じです。かっこいい。さあではね、今回はここまでにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。おすごいすごい、なんか雪が舞ってんだけど。次の動画でまたお会いしましょう。